次に登場していただくのは強がりシュガーランプの皆さんです。続いてのバンドもコンセプトバンドとのことです。強い女性を表現したアイドルソングを歌いますとのことですね。はい、私自身アイドルっていうとジャニーズが好きなんですけど、アイドルソングといえば最近YOASOBIのアイドルとか流行ってますよね。そうですね、流行ってますね。私もなんかライブとかであのおいおいみたいな掛け声とかちょっとやってみたいなと思いますけど。はい、オタ芸とかももう極めると芸術になりますよね。主題歌になってるね、あのアニメの推しの子とか私も大好きで、今スマホの待ち受けとかにしてます。そうなんですね、そこまで好きなんですね。じゃあ、強がりシュガーランプの皆さんはどんな曲を歌うのでしょうか。それでは、どうぞ。優しく触れちゃうから。
と申します。どうぞよろしくお願いします。1曲目にお届けしたのがつばきファクトリーさんでアドレナリンダメという曲になります。実はちょっとこの曲同時期に組んだ他バンドさんと全く曲線が被ってしまって、ちょっとそのバンドも今日見に来るって言ってたので、ちょっとドキドキあーしながら歌ってました。このバンド実は1月か2月ぐらいに組んだんですけど、ちょっと2曲完成してから嬉しくなっちゃって、7月にライブに申し込みまくった結果、今日で今月のライブ3つ目になります。ちょっとまだまだ緊張してるので、まだまだ緊張してるので、2曲目も皆さん手拍子なので温かく応援してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは聴いてください。2曲目、 AKB48 さんでエモハモルーマ。
さん。